前なんかね、見れたもんやなかったもん。なかなかやっぱり人案内できるもん。そうそうそう。今回ですね、我々の地元の尼崎にやってきたわけですけど、はいはい、やってきましたね。これ何年ぶりでしょう。もう何年ぶりですかね。かなりのもんですね。この駅なんて10年もっとかな。これで、ね、雨が変わった変わったと、言われてたんでね、実際我々見てみようと思ったんですけど、まずこの駅でちょっとどぎも抜かれましたね。どぎも抜かれましたね。なんか雨がどんどんこう普通になっていきましたよね。いや、ちゃんとアナウンスしてるもん、うん、綺麗わ。教室もちゃんと円で売ってるね。うま、謝って。僕らね、アマは一アマ言います。単位が違うかな、アマは。ねえ、まあ、それはそうやったんですけど。一発用へね。僕らはこっちなんです。出たらこっち。まあ、こっちがまあ、高級住宅街。そうそうそう。ちょっと高台なんですけどね。まだちょっと、行ってみましょうか、町の方へね。まあ、町言うても大丈夫。浜中ですね。これもあの同級生のね、親父元野球選手です。あ、親父元野球選手、全然あのダメやったんですけどね。息子は授業中に鼻くそくせたんですよ。これがね、絶対あの、ね、あ、ここのポスト、はい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 、配達されないポストなんです。なのでいいね。これ出しても絶対届けへんねん、あのポストは。あれ嘘なんですよ。これ何回もあっこでやられてるんです。あらね。あ、そうですか。すごいね。ここね。はい。ね。この塀。うん。高いでしょ、この塀。二人で飛び越えて逃げた。もういらんこと言いな。でもほんまやで、これ飛び越えたよね。走っていってバーンって。それぐらいヤバいことしたんやけど、まあ、それは言えないんだけど。土やねんな、工程がまだやっぱり。ああ、最近ないやんか、土の方でな。あ、どうも。うわー、懐かしいな。うわ、めっちゃ綺麗なってるやん、でも。あ、でもあの辺はあのままなんか。いやな、あ、ここでボキボキもしてた。ボキボキも。あのね、あれが気持ち、あれ気持ちいいでしょ、あれ登ったら。もう小学校俺3年ぐらいの時も授業始まってるよな、今。ちょっと登ってたわ。これこのままやね。これ大丈夫なんか。もう何十年経ってるやろ。今見たらでも低いな。低い。めちゃめちゃ高感じだろ。いやー、はあ、面白い。すごいな。すごいな。あのね、あれなんですよ。俺が初めて浜田をちゃんと見たんが。あの門のとこやねん。ほいで俺がこう帰っていくときに浜田があの門のとこから入ってきたんよ、うん、でパンタロンで。それ言い過ぎやつ。パーマかけて、うん、あっこで初めて見たこんな顔。何やこいつ。そうそうそう。このみんなランドセルしてんのにこんなあのサンドバッグみたいなの持って。留学生や思ったの。モンゴルの。お前その時モンゴル来てたんだ。ここに松本のところおかんがおって。やいい。緑のおばさんやってた。ここで俺いつもここでこやいいって。ここやここもスクラッチだからな。はいで俺うっとうしいで、あの顔洗わんと来たりとかしたらおかんがな、メクソとか、メクソとかはね、ハンカチでね、つばつけて拭きょんねん、こうやって。ここでやってた。ほら、やったなぁ。ね、ま、その前に親父がおってんけど。親父はこっちやねん。うわぁ。
線かかってる。ああもう、うわ山田とホルモンの匂いや。いやうわヒーローヒーロー。あどうぞどうぞどうぞ。平気的に来てるわもうほんま。もう不思議なんだ。不思議やな。まだやめた？え？あるやん。あるよ。これ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 。これ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 あってずっとあっていやいいっすわこれ今何本ぐらい遊びに来たらよーこここうやって勝手にさせて聞いてたんですよこうやって懐かしいいつまで経ってもやってるやんこれね見かけ悪いですけどねうまいこれうまいんですよたぶちゃん握手たぶちゃん握手たぶちゃん握手これがまたこれになるんですほんならそろそろ焼こうかこれうわ懐かしいこれ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 アルミのドアあれ引きのドアやったんですけど我々二人で切ったんですよ真横にあのねここ他の部屋みんなね木のドアなんですよここだけアルミここだけアルミなってんねんおいらはあの郵便受けにノコギリ入れて頑張ったからこれねこの部屋のね隣がね外人が住んでたんだなあそう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 でパンの盗みパンの盗みに行ったよちょうどそこに洗濯機があるところにこう手突っ込んでなほんでガラーって開いてパンツ取らないでねって言われるもう来ないでねそれで走って逃げたんですよそうそうちょうどこの階段の下に隠れててね2人でここの住人が出て行ったらさーっと上がって部屋入るんですよ合鍵がね作ってあったんですよそいつが待機やってる間にねここはあのもう商店街まあ言うたらメインやったんですよ我々のね俺なでもなあそこなこの、うん、このずっと先ね、うん、200メーターぐらい先かな、うん、ここにあの伊藤の家が、うんうん、伊藤って俺のね初期の相方の家があってねこの壁あるでしょこのあのここでね浜田と伊藤が喧嘩したのよ何や壁関係ないやじゃんじゃんねこれで浜田が伊藤のヘッドロックしてこのキリンビールの壁にガンガンぶつけてもうやめときてもうやめときてほいで喧嘩終わって浜田が向こうに歩いて行ったのね、うん、もう行くで言って、うん、浜田向こう歩いて、うん、ああそうなんや伊藤まだここおって俺伊藤のとこに行くか浜田の方にでも浜田向こうあるんで浜田の家こっちやし、うん、なんでなのかな何か知らんけどまあ浜田のとこついて行ったよなあそうなんやあの時俺伊藤のとこおったらコンビ組んでんか分かれ目やったよ、うんうんうん、ここね鹿島屋やったんですよあれ前トンボ書店なあトンボ書店やったのにね変わってますようわ懐かしいわルミナこれ小豆売ってたやろそうここでな小豆売ってた誰も買えへんしあーうーわこんな看板ごっつ懐かしいわ金ちゃんや全然変わってないそのまんまやこんなんないでよお前ないないこれでわかるでしょ、甘っていうとこがサヌキやサヌキやもう僕らも懐かしいな遠足のやつ言ったらここでよねそうそうそうシャクタニの家やシャクタニの家やここがシャクタニの家やシャクタニね、あのシャクタニの話はもうええかシャクタニ悪いことしたなでもこんな狭かったもっとなんか両サイドドーンと張ってるような気がするけど住めないよ住めない住めないほらもうなんか誰も住めないシャクタニってねっいじめられっ子やってうんこちびってな、うん、誰も言わんといてないって言うわけないやんって次の日俺めちゃめちゃ言うてもって
そこからちょっと疎遠になってるな。そうそう、気づいたら転校していったんや。ここの狭いな。狭いな。もう受け身チャリンコにこんなことなってるもん。怖いな。もう植物からと違うからさ。うわ全然変わってない。うわ俺の前の家や。何もあれへん。浜田の家がね。あお前もないわ。もう何にもない。うわもう後ろに映ってるから。ここが歯医者や。浜田の家よ元の。何もないわ。うん浜田の家はねえ。これここやん。いやなんか見覚えがあんねんけど。ごめんなさい。あれが天ヶ崎。あれあの天ヶ崎の市長やからね。ああいうこう住民と接してね。常にああいう。わかった。わかった。俺まだわからん。わかった。この道あれやで、これ辰巳の家のぐらいやから。ああ、お前は辰巳の家のとこや。今わかった。そうやん、そこだから、あの、お前えらい見覚えやるな、思って。これ辰巳の家のぐらいやん、そこ。辰巳の家のぐらいや。わかった、だからそこのパーマイの横は東蔵の家やったんやん。お前、お前。ここだけは変わってない。ごめんなさい、何も言われへんわ。この部分だけ、ちょっとした部分だけ公園になってて、そうそう、ほんであれやんか、ここで俺があの吉本の養成所があるから行けへんか言うて。そうそう、ここここその辺ベンチあったんや。でベンチにチャリンコまたいでこうベンチに足かけてずっとこんな状態で。ベンチに座りやへんって。そうそう、2人でこうやって。浜田の家がこっちこっちこの間の裏のところ。そうそう、ここで言うたんですよ、吉本行けへんの。その公演もないんですよね。うん、でネタとかも結構ここで最初のうち練習してて、友達一人呼んでな。座らせてちょっとネタ見てくれよ。なあの辺でやったよな。はいどうも。結構本気でやって、本気でやってましたね。ええと思うで言われてもね、うん、素人に出会った。公園まだあったよ、ね、うん、そうそう、ここがそう、うん、変わりましたね。すごく綺麗変わったね。見てみこれ、おっとええ街に見えるんやな。違うっちゅう。さっきの空がね、狭くなった。昔はね、さっきの市長みたいなのが山ほどおったんや。な、はあ、すごいすごいよ、もうみんな見てるわ。視力みんな 5.0 ぐらい。めちゃめちゃええで。すごいよ。いやー参りました。綺麗になりましたね。みんな靴履いてるもんな。あ俺それびっくりした。それびっくりした。まあ最初まずな。基本的には話やったから。行こう行こう。